太陽金属さんです。これはもう無双ツインブレードですよね。はい、そうです。これはあの石飛びがしにくい感じですよね。ちょうどこの回転するところがこうハサミのようにチョキンチョキンって切れるんですよね。はい、そうです。あ、回るように、あ、なってますね。上の歯と下の歯が互いに逆方向に、はいはいはい、まあ、手挟んできるような製品になります。はい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 、OEM 品になるあのマキタの、はい、でも同じでいいですよね。あ、そうです。色が違うのと、まあ、この取り付けのところの機構が少し違うだけで、あ、まあ、やっぱり特殊だからとかあるんですけど、はい、使ってみて、あ、なんかあの後ろのこれもあったんですけど、滑るようになんか行くんですね、これが。あ、そうですね、はい。で、やっぱ石が飛びにくかったです、本当。これは石が飛んでしまっても、はい、窓が割れたりとかして、はい、結構なんか故障とか、はい、そういうのが問題になっているので、はい、石飛びを気にする作業者の方が非常に多いです。それ私です。あ、そうなんですか。私壊してしまったんですが、後悔の念もあって、もうできるだけなんかあの危険だなと思うところはなんか石が飛ばないもの、もちろんこういうのもそうですし、あとはもうやらないとかも入ってとか、まあ、そういうふうにも工夫してるんですけど、だからもうこういうのちょっと応援したくなりますね。ありがとうございます。いや、でも本当に石は飛びにくいなというふうに思いますね。これ発想がすごいなと思ったのが、歯がこんなふうに反り返ってるじゃないですか。はい、こういう考えってどんな発想で思いつかないなと思ったんですけど、どうしてもここにツルが絡まってしまうっていうのが、はいはい、嫌だったので、はい、まあ、ちょっと歯を全部同じ方向に曲げるとどうなるのかなって思ったのがきっかけで、あ、アイディアがやったら思いのほか切れた。そうですね。その使ってみてやっぱり思ったのが、はい、これ曲がってるじゃないですか。はい、斜めにしながら刈ると、はい、割とチップソーでもどんな歯でもあの切れやすいと思うんですよ、ツルは。はい、でもまあ絡まったりするんですけど、はい、でもこれの場合ってもう最初から立ち上がってるの で、 そうですね、水平に刈ってもバツバツ切っていくんですよね。はい、普通水平に刈ると結構絡まりやすかったりするんですけど、そうですね、はい、だからこれどなたでも何の予備知識なくてもこれで使ってみた方がいいですよ、こういうまあちょっとツル製のものって言ってすぐこう使えるのが魅力だなって。ありがとうございます。こういったところって結構荒れ地向きだと思うんですけど、荒れ地向きの刃も売ってるんですけど、反動が大きいとか、そうですね、結構あの飛散も多かったりするんですけど、これ飛散もなくて、はい、まあ、ないわけじゃないけど少なくて、であと反動も少ないのでかなりこれなんかいいなと思ったんですよね。ありがとうございます。はい、あの誰にでも勧めやすい。ありがとうございます。あの YouTube 的に勧めやすいあのどうぞっていう。あと嬉しいのがここなんですよ。このエンジン式 23cc とバッテリー式 18V 以上のカリバラキ推奨というところが、はい、で今までこの手のタイプの刃でこの勝敗量ってなかったんですよ、はい、それが今回対応できたっていうのは、実際 18V 機種で試しましたけど、もう十分なあの切断力があったの で、はい、あのかなりこれいいなというふうに思いましたね。じゃあ和道産業の久保田さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここちょっといいですか、見て。どうぞ。自由になんか動き回ってる草刈りロボットという意味ですか。そうですね、はい、弊社のはもう芝ではなく、はい、草を刈るための草刈りロボット、はい、エリアの中に、はい、電気を通すエリアワイヤーというものをあらかじめ設置しておりますので、はいはいはい、そちらのワイヤーに達した時点でロボットは方向を変えております。あ、ということは敷地の中を走っているような感覚でいいですか。おっしゃる通りですね。そうですね。あ、このオレンジがワイヤー。そうです、オレンジ色がワイヤーになります。これをじゃああのロボットの方が感知をしてこれ以上出ないようになる仕組みでいいですかね。はい、おっしゃる通りです。ちなみにこんな感じで今、あ、
そうなんです。あ、そうなんです。やっぱり逃げていきますね。そうですね、自由自在に買っていってるんですか。そうですね、あの狩る方向とか、はい、あと向きによってはもう本当にロボット任せになっている馬になります。なので障害物が多い場所では、はい、ロボットはいろんな箇所にぶつかりますので、はいはい、まあ、思ったような場所に行けないっていうのもあります、はいはい、工場内の緑地管理っていう、はいはい、まあ、道具の一つとしてロボットっていうものを、はい、あの採用させていただいている場合が多いですね。まあ、長くしてから草を刈るっていうものではなく、はいはい、短い状態で少し伸びている草を刈って、はい、どんどん草を刈る。この目の前にあるこれは何なんですか。あ、こちらはですね、はい、まあ、ロボットが電池がなくなった際に帰る、はい、まあ、ロボットの家のようなものになります。そうですね、ロボットはもう自動的にバッテリーがなくなると、はい、こちらのお家の方に帰る仕掛けになっております。オーナー様がまず決めていただくのは、はい、ロボットが働いてほしい時間、はい、それだけを設定していただくと、はい、あとはそのロボットが時間内を、まあ、自由気ままにお腹が空いたら戻る、お腹がいっぱいだったら働きに行くというような動きになります。ですよね、はい、すごいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、果樹園に特化した、はい、徴用草刈り機だったりして、果樹園、はい、こちらですね、前に作業部があることによって、はい、でこの作業部が左右にオフセットするんですね、はい、スライドしてる、今まさにスライドしてる状況ですよね、はい、なんでこれ普通はここの刈り幅上しかできないじゃないですか、はい、普通の一般的な登場式って、はい、これなんかこっちにあの張り出してますよね、はい、で、はい、リンゴだとかその垂れ下がった枝下を、はい、自分の体に入ることなく作業部のみ入れることによって刈り続けることです。それ楽ですよ、木の下潜るの、はい、別にこれじゃなくても、はい、あらゆる機械あるじゃないですか、はい、手押し式の機械とか、はい、もちろんこれもそうですけど潜っていくの嫌ですし、あと手刈りで刈るときも潜るの嫌ですし、これじゃあ潜らずに刈れる。そうですね、あの作業部から体の位置が遠いことによってこう、はい、枝だとかをこう、はい、かわしやすかったり、あの首に引っ掛けづらかったりする。これ草を刈るときに、そうなんですよ、あれだけこう登場式のデメリットってもう草がバン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 来るじゃないですか、はい、あれがじゃあこれだけ長いと、はい、もうこんだけ長いじゃないですか、結構草がない開放感あるときも刈れるってことですか。そうですね、自分はもう草を、枝を交わさずに刈ることができる。あと今もう直感ですけど、はい、安全ですよねこれ。安全です。そうです、普通お腹にあるタイプだと行くときまで分かんないんですよね。そうです、突っ込むときに、これ前だと前で刈り切った後なので視界が分かるんですよね、もし危険なところだったとしてもあ、これ以上進んだらっていうのがこっちの方が分かりやすい気がするんです。そうですね、作業部の実はタイヤが、はい、あの本体のタイヤよりも小さいので、はいはい、草がタイヤで踏んづけたとしても、はい、倒れづらいんですよね。確かにそうですね、はい、キャリアとかその分綺麗に普通ああいうのでタイヤで踏んじゃって刈るので、踏んだところってなかなか刈りにくかった、まあ、何日かすると起き上がってきて、っていうのがあるんですけど、これだと前にあるので、かなり多分刈り残しも少なくなると思います。そうですね、これすごいじゃないですか。ありがとうございます。ボタンで上がる。ちょっと刃も見させていただきます。あ、すごいです、バーナイフが左右に2つついてますね。そうですね、これがこうくる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 回って刈るっていうイメージですよね。そうですね、草刈り作業終わった後に、はい、洗車しやすいんですよね。ですよね、上に上がるので、お腹にあるタイプだと多分なかなか難しい。難しいですね。これだと上げてそのまま洗えばいいんですね、そういうことです。すみません、これ結構幅も広いんですよ。刈り幅おいくらですか。刈り幅は、1200mm。 1200? はい、普通だってこのタイプで 1m 未満じゃないですか。そうですね、1200っていうとこれ果樹園だけじゃなくて、はい、結構草刈りの業者さんも欲しくなっちゃうスペックじゃないですかね。そうですね、さまざまな休耕田だとか、はいはい、工場だとか緑地管理等にも、はい、これだけの作業幅があるので、はい、重宝されています。ですよね、知らなかったですけどこれものすごいと思います。ビッグコーポレーションさんです、
主にあの快適なワークウェアの方を提案しております。バッテリーを使わないで涼しくなる方法はないのかなっていうふうに思いまして、はい、そしたらなんかこちらのこれが保冷剤的な役割なんでしょうか。保冷剤みたいなものなんですけど、はいはい、これは今、流行ってるそのクールリングと同じ素材で PCM という素材となりまして、はい、で温度設定は28度にしております、はい、で今硬い状態なんですけども、はい、これを冷凍庫に入れていただいて、はいはい、そこから、このベストの方に着用して、はい、まあ、大体3時間から4時間ぐらいはずっとこう冷たい効果が継続するような形になります。この後ろから冷たいというかあの感じることができるんですか、ね、です背中から、はい、冷たい、冷たい感じるし、はい、で逆にあったかい環境にいるときに、はい、この素材自体は熱を吸収するので、より要はその温度上昇を和らげるような効果があります、はい、この特殊な、まあ、コール素材だと思うんですけど、これがなんかの生地に織り込まれてるっていうのを聞いたんですけど、はい、そうですね、あの今世の中に流行ってるものが主にこういう硬い PCM の素材なんですけども、はいはい、今皆さんが首にかけてるクールリング、はいはい、これはもうホームセンターとかたくさんここにもあるんですけども、はいはい、これ通常の遮熱冷感の生地、はいはい、あの生地自体はもう冷感効果があるような生地に、はい、裏側に要はこのクールリングの中にある PCM という素材を使いまして、はい、このように、裏側にプリントをしたものであります、はいはいはい、要はダブルな冷感効果が得られるよという商材になっております、はいはい、暖かい、はい、要は暑い状況があったとしても、はい、温度の上昇を和らげる効果がありますので、はい、そういった意味ではダブルの冷感効果が得られるよというような意味になります、はい、上州大成さんです。これあの中を見るとなんか見たことあるなっていうハーネスとかいろんな、なんだろう、小物も含めてあるんですよね。この辺も見たことあるなと思います、はい、この中でもなんかちょっと気になってるものをいろいろ取り上げていきたいと思うんですけど、あとこのハーネスも良かったです、とってもで、これいいのはこの胸の部分ですよね。構成が、はい、あのスピード調整できますから、これを、はいはい、引っ張るだけで調整できる。ですよね。でこれあといいのが結構この背当ての部分もしっかりしてるんですよね。この腰あたりから背中まで。やっぱり草刈り作業をすると腰痛とかが出たりすることが多いじゃないですか、はい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 、これを使うと全くですよね。ここ多分結構パッドがここも調整が引っ張るだけで、ここも全部引っ張るだけでいいんですね、はい、簡単だ。快速調達できますね。楽ね。でここがあの、はい、脇のところがもし、はい、あの薄ペラの生地だったらちょっと痛いとか、はい、当たるからやっぱり薄くて、でここもちゃんとクッションを、あ、入ってます。ここまでクッション入って、しかも結構板の厚い、はい、そうですよ。これはね、はい、あとこれをオプションとして、はいはい、あの好きなところにあのつけるとベルトに挟むと、はい、あの水も飲める。水をここが引っ張っても全然大丈夫、動かないんですよ。で、はい、秘密はちょっと簡単いいですか。でここのやっぱり背中のここ引っ張れた時にここの脇の部分と腰の部分が厚いので、こう引っ張っても、そう引っ張っても引っ張ってもこのサイドがちゃんと、あの何だろう、角度はちゃんといい、支えてくれるんですね、ですね、このサイドが、はい、だからこのハーネス実は大好きですこれやったんですけどすごいですね、がっちり、あのやっぱりここのサイドのここが引っ張られて、ここもですよね、こう引っ張った時に、これすごいと思います。ホームセンターで売ってるんですけど、全然このホームセンターでも一番いいやつだと思うぐらいこれは佐々木コーポレーションさんです。こちらラジコン草刈り機になりますけど、はいはい、初めて見たんですけど、これは何ですか、この前にある田んぼのあぜ道の草刈りをするのに、はいはい、上の面と糊面、横の面ですね、はいはい、を、両方刈れるというアタッチメントの。これはじゃあここのまっすぐも刈れた上に、そうそうそう、これで挟み込むような形で、そうそうそう、最初来る時はこれを、ごめんなさい、こうして上の面刈ってきて、はいはい、で帰りはこう
開いて両脇を買ってくる、のり面を買ってくる。なかなかこの脇っていうのはウィングモアで、そうですね、行ったり来たりとかもあると思うんですけど、これだとそのまま行ける。そうですね、ウィングモアもね、結構辛いというか大変なので、引っ張られますからね。はいはい。あとこれも何ですか、はい、草刈りのアタッチメントは、はい、これはですね、広い刈り幅の720ミリの幅で刈っていくアタッチです。はいはい。もうあの刈り刃が2つ左右に入ってまして、はいはい、両方内刈りで、はい、刈っていく。で、刃はこういったフリーナイフ刃という、フリーナイフ刃ですね、はいはい、これで草は刈っていくけど、石が当たれば逃げるというような刃でなっています。はいはいはい。まあ、これだとあと刃がもし損傷しても刃だけ交換すれば、そういうことですね。ですよね。これは両方内回転刈りますから、はい、内側が減ってきたら左右入れ替えてあげれば倍使えると。あ、そういう、はい、お得ですね。はい、そうなってます。そうですね、これは今このパネル見てもらえばあれなんですけど、はい、このフェンス際、はい、なかなか刈る機会ないですよね。これ手刈りで刈っても大変だと。そうですね、はい、それすると刈り払い機でやると、はい、キックバックという、はいはい、で怪我したりとかっていうの、あとフェンスもだいぶ傷つけたりとかありますね。そうなっちゃえば、はい、そういうところも、刈れるし、はい、これは中はナイロンカッターか何かですか。そうですね、こちらは、はい、ナイロンの、はい、ナイロンカッターで刈っていきます。はい、ね、このナイロンの長さを今ちょっと長いですけど、はい、このここの内側にしておけば、はい、木なんかも傷つけませんし、そうですね、はい、でフェンスなんかで多少あの綺麗に刈りたいっていう時はこの、はい、ちょっと超えるぐらいの長さにしてあげれば、はいはいはい、綺麗に刈り残しなく刈っていきます。結構これ太陽光発電とかでも大変だと思うんですよね。そうですね、太陽光発電ですと、まあ、広いところは常用モアで刈るっていう方もおられますけど、はいはい、まあ、広いところはこのアタッチで刈っていただいて、はい、で、あと課題の足ですね、はい、足のところはこれで刈っていってもらえれば、とにかくこの前高が40センチしかないという、はいはい、これがあのこれオール電動なんですね。電気です。電気なんですね。はい、エンジン使ってないので、はい、ですのでこの低い40センチっていう高さが実現できるんです。エンジンじゃ無理なんですよ、ね。バッテリー2個積んでて大体2時間です。2時間作業まで来る、はい、で、2時間作業して空になったら充電時間も2時間ですんで、はいはい、充電していただく、はい、その間に予備の2個で作業していただく。あ、そうするともうサイクルでローテーションで使っていく。バッテリーは入れ替えができるんですね。そういうことです。あ、じゃあもうバッテリーさえあれば、そう、外して充電しておけば使えるというような仕様になって、長時間でできるということですか。そういうことですね。すみません、これ操作簡単なんですか。はい、すごく簡単です、はい、まず電源を入れます、はい、そうするとこういうふうに、はい、佐々木のロゴが出てきて、はいはい、もう本当に、ね、ラジコン、おもちゃのラジコンと一緒です、はい、刈り刃の上げ下げもこれで、お、上下というので、はいはい、上げ下げできますし、はい、あとはちょっと今走るの危ないので、そうですね、はい、切りますけど、これ引けば前進、はいはい、これを前に倒せばバック、あ、はい、でこれがハンドルと同じですよね。なるほど。右曲がり左曲がり、左に、はい、はいはい、じゃあ慣れればというか、もう直感的にすぐできるようになるんですね。すぐできます、まあ、もちろんですけど、これあの軽トラックにもすぐ乗る、うん、もちろんです。そうですよね、実際あの歩みがあればブリッジがあれば、いや、あの良い機会をありがとうございました、ね、ありがとうございました。株式会社リベルタさんのこの氷撃っていう、まあ、いわゆるあれですね、ワークウェアで冷たくなる商品となります。これなんか一般的な、まあ、素材っていうんですか ね、違いが何かあるんですか。はい、あの全く冷えるメカニズムは全く違います。まずは、はい、通常よくあるような接触冷感の上あると思うんですけど、はい、はい、私も着てます、はいはい、それに加えてですね、はい、その機能はもちろんのことなんですけど、はい、このプリント、はい、分かりやすいところで言うと、はい、このプリントがですね、はい、雪柄のプリント、これがキシリトールという成分ができてます。でこれが各汗に反応すると物理的に温度を下げてくれるということは、これで涼しくなる。そうです、そうです。汗をかいていただいて、はい、かつそれを風を浴びていただくと、より冷感効果が体験いただける。ちょっとじゃあこれつけて、うん、はい、でまずはちょっと冷たさを感じると、はい、これは接触冷感という、はい、まあ、効果ですね、はい、でここに、はい、これ水なんですけど、はい、まあ、汗をかいたという想定で、
わあ、冷たくなってきました。このプリントに水が反応して吸熱を起こしたんです。でここに風を浴びると、はい、ちょっとこのサーキュレーターあるので、はいはい、風当ててみますけど、うわあ、もう秋なので寒くてちょっと、はい、ちょっとこの季節はもうさすがに、いやー、すっごい冷たくなりますね。はい、もう炎天下で作業されたりとか、はい、これちなみにじゃあこれを着た状態で空調服を着るとものすごい涼しい、はい、そうですね、ファン付きウェアと その相性非常に良くて、よりその空調服の効果、まあ、ファン付きウェアの効果を維持するためにはこのウェア、低い風量でも十分冷たくなりますよね、はい、十分ですね。ということは稼働時間長くなりますよね、はい、そうですね、そういった効果もあるんですね。そういう効果も期待できます、はい、これはすごい素材ですね、はい、いやこれいいですね本当に、はい、もう本当に好評いただいてですよね。これちなみに今年販売されてますよね。そうです、販売してます。めちゃくちゃ売れてますよね。めちゃくちゃもう好評いただいております。もうすごいのは分かります。はい、いやポテンシャルが分かりました。本当、はい、いろいろありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。西垣工業さんです。こういう小さいのからこう長いのまでたくさんあるんですね、はいはい、こちらの2種なんですけど、はいはい、こちらの方は基本的に枝切りだけではなく草刈りもできます。もちろん、え、これまで草刈りできるんですね。もちろんです。例えばさっき言った芝生なんかはちょっともしかしたら逃げてしまうかもしれない、はいはい、ただまあ木があったりとか、はいはい、まあ、道に生えてる雑草なんかはこれでも十分切れます。なるほど、すみません、角度もこれ変えられるんですか。はい、あ、なのでこっちの方も変えられる。もちろんです。ちなみにこれは今ちょっと硬くしてあるんですけど、はい、ここから L 字に曲げることもできます。草を刈るときにやっぱ角度変えると便利なんですね。全然違います。あ、そうなんです。例えばのり面を刈るとき、のり面はこのバリカンで刈るんですか。はい、そのまま横に寄るってなるとさ、はい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 、いちいちこうすくい上げるっていう手間がなくなるので、はい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 、角度を変えて斜面をそのままゆっくり横に歩きながら刈っていただいて、そういうやり方もできるんですか。はい、逆にこっちの方のこのタイプっていうんですか、はい、この固定の方は一応これは一般的な草刈り機に適した角度の設定をしてるんですけど、はい、とにかく軽いのがポイントです。ちょっと待って、あ、全然違う、体感で倍ぐらい違いますね、はい、確か体感で、はい、で、定置を石が止まらない、石を飛ばさず安全に刈りたい、はい、そうなんですよ、もう石が本当に、はい、ありがとうございます。武藤さん、はい、全く飛ばないですね。まず全く飛ばないし、切れてなさそうで見えますけど、これ切れてるんですよ、みんな。うわー、本当だ、綺麗になってるそうなんですよ、ただ引っかかってるんで切れてないように見えるだけで、いや綺麗になってます。これはでも使って、はい、すごく安全だなと思います。全部 T 字型バリカンもあるんですね、はい、こちらは実はまだ発売前のですよね、はい、見たこともない、はい、これぜひ使ってみたいですよね。T 字型バリカン、やっぱり初めて使う方なんかすごくいいですね。そうですね、来るの現場でもやっぱりもう女性の方とか初めて使うっていう方、あとやっぱり石が飛びやすいとかそういうのがあるので、はい、作業性というのも安全性とか、やっぱりそのスタッフの方を思うっていうのでも、割とねこれ結構最近いいんじゃないかなと思います。これ単発でやるのに、三栄さんです。これ何でしょう、はい、見たことない色のスパイダーですけど、はい、こちらはですね、はい、スパイダーの ILD02 の EFI 仕様の特別カラーバージョンでございます、
これなんで、こういうカラーリングというかなってるんですか。はい、あのスパイダーの販売会社のですね、はい、あのディストリビューターの世界一に選ばれまして、はい、この三栄工業が。ディストリビューターっていうのは、はい、あの販売台数が、販売台数が、はい、日本がナンバーワンです。世界中でこれを日本で一番売れてるってことですか。そうです、あの表彰されまして、はい、でそれの記念品として、はい、メーカーさんからいただきました。ですよね、はい、しかもこれ真っ白っていうのは多分日本の国旗をイメージされてるのかなと思うんですけど。そうです、完全な日本仕様 で、はいですね、上に日の丸、はいはい、であと横にですね、はい、チェコの国旗と日本の国旗、はい、あ、ちょっといいですか。まずこれが日本の国旗のイメージですよね。で脇に、あ、すごいですね、これチェコと日本が並んでますね。そうです、これはもう特別なやつですから、走らせることできない展示車ですね。車両ですね。なんかもったいない気がします。そうですよね、はい、走らせることはできないでしょうけど、はい、そういう、じゃあもう日本はものすごくじゃあこのスパイダーが売れてるってわけですね。そうです。こちらがスパイダーのクロスライナーのライト。はい、クロスライナーライトでございます。これあのクロスライナーって以前私も撮影したんですけど、はい、ライトっていう名前はこれ何か違いあるんですかね。クロスライナーっていう機械から前のウインチを省いて、はい、あ、確かここにウインチありましたね、はい、ないですね。そうです、はいはい、はい、スキッドステアリングもなくして、はい、お求めやすい価格で販売しようということで、はい、クロスライナーライトという商品が出来上がりました、はい、その場旋回といいまして、はい、要は、この場でくるっとこう回るような、はいはい、回転できる方向を変えるっていう、それがその場でできると軽トラックに乗りやすかったり、そうですね、より細かいところに行くときに便利なんですよね。はい、そうです。あ、分かりました。これでも手動でできるんですね。そのこれも多分立ち上げてぐるっと回したりしながら、そうです、こう引きずりながら方向を変えていくっていうのが、はいはい、重量が170キロぐらいですので。いやでもこの機械のいいところってものすごく刈り味が綺麗なんですよね。はい、ロータリーブレードで回ってますので、はい、草に対して水平に刈っていきますので、はい、均一に草丈が揃うっていうのが、はいはい、刈り跡綺麗だもん、うん、全然綺麗です、はい、よくゴルフ場だとかあとはもう公園の緑地管理なんていうと、まあ、造園屋さんが結構これいいなっておっしゃってたので、はい、ハンマータイプですとです、はい、刈り味が結構ボコボコになったりするんですが、そうなんですね、はいはいはい、ロータリーモアでこう均一にスパッと切っていくようなイメージで、はいはい、刈り高を揃えるのがすごくいいと思います、はいはい、これそういった意味で素晴らしいなと思いますね。ありがとうございます、はい、あとこちらですけど、これも刈るスピードももちろん速いんですけど刈り味がとってもいいなと思うんですね。スピードも出るんですよ、はい、でスピード出すと普通枯れなくなっていくのが必ず国産化できなくなるんですけど、はい、これがもう枯れるんですよね。意外とそうです。結構その荒れ地というんですかね、ちょっとその少し水が含んだところも結構走破力があるなと思って見てましたね。これはいろいろ使い分けだと思うんですよね、はい、こういったところはやっぱりその緑地管理とか、はい、そういうその芝とかそういうところに多分向いてる種かなと思うんですけど、はい、よりこちらはこう草刈りだとかこちらの方向いてるかなと思います。四輪ソーダでこう小回りが効きますので、はい、果樹園ですとかそういった木の周りをぐるーっと一回転して草を刈るのに向いています。下にも結構潜りやすいですよね。潜りやすいですね、はい、
何か農業ロボットフィールドワークスさんです。あ、それではフィールドワークスの山口さん、はい、こんにちは。どうもこんにちは。ちょっと気になるんですけど、はい、こちらこれ何ですか、この小型の小さいこう車輪のついたロボットに見えちゃうんですけど、はい、こちらですね、はい、小型の草刈りロボットのウネカルという名前でして、名前の通り、はい、ウネの中を走って草を刈るロボットとして開発したものになっております。ピンを抜いて変形することができるんですけども、はい、この状態になると、はい、タイヤ幅が多分20センチくらい、ずいぶん狭いですね、はい、だって手の範囲しか取れないですよ。そうですね、はい、この幅になることができるので、はいはい、例えば収穫間際の長ネギの補助とか、はいはい、溝切りしたような場所でも、はい、ちょっとこちらもご覧いただければと思うんですけれども、この中を走ってますね、はい、こういった細い場所でもガツガツ草を刈っていける、そういったロボットになっております。しかもだいぶスピードもありますね、はい、そうですね、人が刈り払い切りやるよりは早く刈っていけるんじゃないかなと。手押し式の、手押し式のあるじゃないですか、はい、ああいったものでこう土を上げながらとか、はいはいはい、そういったものもあったと思うんですけど、あれだと土ぼこりも上がったりとか。そうですよね、この場合だと草だけをこう刈っていくってことですよね。そうですね、あと刈り高さも調整はできるので、地際まで刈る状態か、あるいは高めで刈る状態か、はい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 、変えることができます。 あとこの畝の幅がやっぱりぴったりじゃない時もあると思いますので、はいはいはい、この畝の肩の部分に当てるためのローラーがついていて、まあ、これが例えばマルチを張ってある補助とかも、はいはい、マルチも傷つけずに走ることができるようなものになっていたり、この幅も調節ができるようになっているというものになっております。これの場合だとじゃあこのお手持ちのこれでいいんですか、はい、そうですね、はい、こちらの基本的にはプロポでラジコン操縦って形になるんですけど、実際いろんなスティックあるように見えて使ってるのはここだけで、はい、前に進みた時は前、後ろだったら後ろっていう形で、本当に直感的に操縦ができます。ここでいいんですか。はい、これならなんか軽トラックにもこうよいしょって乗せれますね。本当に簡単に運べることができるから、早い。こんな感じで、こんなに細かく動いていくんですか、これ。うわ、すごい。え、じゃあかなり小回り利く、はい、これ、用途は違いますけど、木の下とかも練り込んでいけますよね、はい、そうですね。いや、これはちょっと驚きました、はい、これだけ機敏だと、やっぱり畝の間とかも入っていきやすそうですね。そうです ね、これを、はいはい、向きが変えることができまして、はいはい、こういう状態になると今度はこっちに走る。ここの状態はほぼ直進しかできないんですけど、まあまあそうでしょうね。ウネまで走って、これがウネの間走ってってですね、はい、これはすごい、はい、初めてですけど、ここの左手1本だけで操縦できるということでしたので、はい、やってみたいと思います。左を前に倒せば前、後ろに倒せば後ろで、しかも軽くやるとゆっくりなんですね、はい、そうですそうです、速度が変わる形になっております。右にするとこういうふうに旋回するわけですか、はい、まあ、簡単だこれは。え、初めてですけど、はい、結構ラジコン草刈り機難しいのもあるんですよ、初めてって。誰でも直感的にできなくなってこういう複雑なところを走るって結構難しいんですよ、はい、初めて触ると。でも今触ったばっかりでできたので。そうですよね、これはかなり楽だと思います。本当にリボンマシンです。台湾の企業です。これちなみに何センチまでの木が切れるんですか。はい、10センチまで。20万円で10センチの木が切れるって、はい、日本のものだとないと思うんですよ。普通5センチ6センチくらいだと思うんです、はい、じゃあぜひ台湾のシエル70を使ってみてくださ い。これ台湾のシエル70ですね。すごい、はい、20万円ですね。はい、20万円です。こっちがホンダのエンジンが乗ってるなんか大きいやつですけど、これは何ですか、はいはい、これは今最新の機種なので、16センチまでの木が粉砕できる形です、はい。16センチの粉砕って、はい、日本でいうと業務用途って言ってすごく、はい、これよりもっと大きいサイズになっちゃったりすると思うんですよ、はいはい、それでホンダのエンジンが乗ってて、はい、すごいですねこれ、はい、今は25馬力のホンダの最新のエンジンが乗せていて、はい、
写真を通すとこれぐらい高くなるんですか。そう、188の形で、これは他のブランドで粉砕の、ね、そう、私たちの188はそのくらい、いや、これぐらいだと、うん、はい、あの価格でこれだけの能力があると、はい、すごいなと思いました。ありがとうございます。これも何ですか。はい、いたしますか、はい、こちらは、はい、3 in 1 タイプ、葉っぱを吸い取る、はい、バキュームみたい。あ、なるほど、はい、葉っぱですか。はい、葉っぱを吸い取るのところと、葉っぱを粉砕できる、はい、粉砕できるってことですか。そう、と、こちらは木を粉砕入れる、あ、木まで粉砕、全部じゃあ、そうそう、火曜日できるんですね、これ。はい、3 in 1のタイプ、はい、バッグがあるので、はい、ここに着いたら、はい、全部ここの中に集めてくれる、はい、ですよね、はい、すごい、はい、これを手押しでできる、はい、これをちょっと、はい、はい、あ、こうか、はい、そうです。重さ50キロなんですけど、はい、こうやるとキャリーケースみたいな形で、え、結構軽いんですね。そうすると、ワンの後ろも入れるか、重さと、はい、形です。これでちなみにお値段おいくらぐらいですか。こちらも20万円です。20万円、はい、安い直感ですけど、はい、少なくても倍以上は絶対すると思うんですけど。そうですよね。だから今も台湾で大人気の機種です。マキタです。続いてこちら草刈り機のご紹介していきたいと思います。充電式草刈り機です。マキタも非常に力を入れているアイテムの一つなんですけど、今日はですね、ちょっと変わったのをお見せしましょう、はい、こちらです。先端が変わってますね。そうですね、通常は、うん、あの回転する刃物で、はい、草のカットを行うんですけど、先ほどのスプリットモーターにこのグラウンドトリマーアタッチメントを取り付けております。はい、運転を押してみます。お願いします。今動いてます、はい、動いてます。この刃物の動き、往復運動によって、草のカットを行うんですけど、はい、うん、タイヤがあることによって、はい、持ち上げて振り回す必要もないということでですね、大変便利な機械です。うん、草に見立てたこちらを、すだれですね、バラバラにしてます。こちらを立ててますので、これをカットします。お願いします。お願いします。おお、全然草より硬いすだれを簡単にカットしていってますね。カットできますね、はい。この刃が、両端が出てるんで、ちょっと隙間が出るんですよ。これというわけで、草だったら楽勝という感じですね。はい、はい、でこういったものもですね、ありますし、ご家庭周りの機械から、プロの使う機械まで多数揃えてるんですけど、草刈りってまあ大変な作業ですけど、はい、今年皆さんのですね、周りで、あ、草刈ってるなーって音も聞こえてきたご経験が結構皆さんあるんじゃないでしょうか。あ、草刈りやってる、あれはですね、エンジンのブーンって音が聞こえてきたから草刈りやってるなと思われたと思うんですね。はい、で、この充電式草刈り機を使っていたら、もしかしたら気づかなかったかもしれません。ちょっと運転をお願いします。静かですね。そうなんです、大変静かですね。でこちらは 23cc タイプ、 23ml タイプの充電式草刈り機なんですが、優れた機能があるのでそちらもお見せしましょう。丸太にご注目ください。あ、今音が変わったの分かりました。そうですね、変わりましたね。スピードが、音が高くなってゆっくりです。はい、これはですね、自動的にスピードが変わってくれる楽々ロングドライブモードというモードです。はい、こちらの機能はですね、草の量に合わせて、スピードが自動的に変わってくれます。草の量が多ければ高速で、はい、草の量が少なければゆっくり回ってくれるということでですね、その機能があることによってバッテリーの消費を、うん、こう無駄な消費を抑えてですね、ランタイム、運転時間を長くすることができます。
後ろから見ていただきますとレバーがあります、はい、このコントロールレバーがあることによって、直感的な操作でですね、手元を見ることなく直感操作でスピードを変えることができます。簡単ですね。操作しながらできる、片手でできるっていうのがいいですね。はい、はい、そしてですね、次の機械に行きます。はい、続いても紹介していきますよ、はい、こちらも、はい、同様の 23ml タイプですが、MUC015G、こちらはですね、40VMAX の機械になります。バッテリーもですね、40VMAX なので、はい、ウェットガードで、ね、安心して作業できますし、先端は先ほどの機械と同様なんですが、ギアが配置されております、はい、なので、例えば水田ですね、田んぼの周りに水が溜まっていて、そこの草刈りをするとき、はい、充電式で水の近くに行って大丈夫かなみたいな不安があると思うんですけど、はい、そんな心配もありません。もちろん、機械のほうもウェットガードで雨の対策もしております。そして同じ作業をやってみます。はい、はい、静かですね、さっきよりも。お、歯が結構入っていってますね。はい、うん、これ白い歯がついてますね。はい、実はこれは DC タフホワイトチップソーという名前のチップソーがついています。こちらですね、新発売のチップソーでして、はい、DC ということで充電式に最適なチップソーなんですけど、変わった穴の開き方がしているのはご覧いただけますでしょうか。うん、なかなか見ない形ですね。はい、これはですね、 D 型抜き穴という名前です。こちらがですね、この形をしていることによって空気抵抗を減らすと効果があります。うん、そしてチップの部分にご注目ください。はい、はい、C の形をしていて、はい、すくい刃形状、これによってですね、草を的確に、確実に捉えてカットしてくれる効果があります。そして刃の並びを見てもらうと、長いとこと短いとこがあるのは分かりますでしょうか。はい、はい、この長さの違いによってですね、不等ピッチといってランダムに草に当たってくれます。うん、この効果があることによって排出性も高めます。そしてチップもですね、外れにくいように工夫して、台金に取り付けております。といったですね、さまざまなノウハウを凝縮した充電式に最適なチップソーを今日搭載しております。この通常版の DC ホワイトチップソー好きなんですけど、こちら新型出たのはもう分かってたんですけど、はい、まあ、タフになったということで、はい、何がこう変わったのかなというふうに思うんですけど、通常版のそのものってなんですけど、基本的にはですね、はい、あの DC ホワイトの上位版という、はいはい、考え方になってます、はい、DC ホワイトで良かった点ですね、はい、そのを継承しまして、はい、まあ、あの抜き穴形状とかですね、はい、すくい刃形状、はい、この辺もですね、継承しております、はい、それにプラスしてチップの外れにくさ、ロー付けもですね、工夫したチップになっているので、これはじゃ あ, あの従来品よりも改良というかまた違う、ね、そうです、はい、そうですね、付け方を強化して、はい、衝撃に強くしております。単純にじゃあ石とかそういうところに当たった時のものがこちらの方がやはりタフっていうだけあって、そうですね、より強いような形状になってます、ね、はい、そうです。そしてもう一つが不等ピッチですね。でこれで、はい、この間隔の広いとこと、はい、すみません、広いとこと狭いとこを、はい、配置することによってランダムに当たることができますので、はい、草に当てることができますので、これによって草の排出性も高めております。ということは単純に背丈が大きい草なども切れやすくなったとか、そういうあ、はい、その通りですね、おっしゃる通りです。なんとなくなんですけど、刃の形状的にその充電式の草刈り機に特化しているところもあったので、その長い草とかそういうところはなんていうんですかね、よりちょっと他の大きいチップのチップ層とかがいいかなと思ったんですけど、そういったところもじゃあこちらはもうさらに改良して、改良したタイプになります。あ、ちょっと刃の形状見させてもらっていいですか。はい、初めて見たんですよ、こういう通常の歯袋からこちらは急に大きくなんかあのえぐれてるじゃないですけど、すごい歯袋だなって。そうですね、はい、この当たるところも増やして、おりますし、衝撃が加わる方向に向かって台金に埋めてあるので、はい、こちらがあることによって、この形状によってですね、はい、衝撃を
吸収する形になります。なのでチップが外れてしまうことがですね、大幅に低減するさせることができると。わかりました。はい、通常版も私大好きで使ってるんですけど、 ありがとうございます。さらにじゃあタフになって使いやすいなっていうのが分かりましたので、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。最後にお見せするのがこちらです。はい、MUR005G ですね。はい、こちらは 30ml タイプです。同じ作業をやってみます。お願いします。はい、お願いします。おお、よりなんかパワフルな感じがしますね。もう丸太ですので、はい、草刈りよりは断然高いんですけど、はい、まあ、そんな作業であっても簡単に行うことができるというところでですね、この草刈り機の性能もご覧いただけたいんじゃないかと思います。